ほー。今日はですね、ちょっとまだ明るい時間帯に仕事が終わって帰ってこれたので、これから少しね、ちょっとやりたい作業をしにカフェに行こうかなと思います。せっかく明るいし天気もいいしこいつまたカフェ行くのかよって思われそうだけどでは後ほど。あ、このニットっていうのか、これはユニクロで買いました、お気に入りで。これ中に着てるのが、これはロングワンピースなんですけど、 GU で買いました。今日はプチプラコーデで、髪の毛はポニーテール。行ってきます、後ほど。めっちゃツヤツヤ、なんか違うね。そうね、粒が立ってるよ。出てない、キレキレ。うわ、めっちゃ美味しそう。すごい、めっちゃ。お疲れ様です。仕事終わって家に帰ってきました。今日なんかね、すごいね、眠いんだよね眠いんだけど、お腹も空いてるので、ちちゃっとご飯を作っていこうかなと思います。今日はささみがあるので、ささみの磯辺揚げ、ささみの磯辺揚げと、あとはお味噌汁を作っていこうかなと思います。お腹空いたなんかさ、これ食べたいと思ったものをさ、こう指パチって鳴らすだけでさ、出てきたらいいのにね。そうもいかないけど、じゃあ作ってきまーす。じゃーん、できました。いただきます。お腹すいた。エアフライヤー使ったので揚げてはいないんですけど、なんでちょっと衣がところどころ剥がれちゃってる。本当に君が大好きだ。